経験20年のベテランでございます。そしてジャッジはイタリアからマルセロ・ベルチーニさん、日本からは宇郷武雄さんでございます。この3人のレフリージャッジで行われますこれからの世界タイトルマッチでございますけれども、まあ、白井さん、はい、先ほど郡司さんのお話にもあったんですけれども、はい、とにかくペース争いが一つの鍵になるだろうということになりますと、はい、和島選手にとって1ラウンド2ラウンドは本当に大事なラウンドになりそうですね。まあそういうことですね。あ、まあ、まず1、2ラウンドね、これがもと思っているんですけどね、はい、まあ、とにかく早い回にですね、もう変化を持たせた、ね、攻撃で懐へ入ることが、まあ、先決問題なんですがね、はい、ボッシュは、ね、レフトがいいんですよ、非常にね。そうですね、もう早く入れるかということがね、まあ、一つのキーポイントになるんじゃないかと思いますね。そうですね、果たして重量級に日本の力が通じるかどうかというところでございますが、まもなく第1ラウンドのゴングが始まろうとしております。まあ、しかし郡司さん、ボッシュのレフトのジャブがどのくらい出てくるか、これが一つの見どころですね。それだけですね。あ、これさあ、第1ラウンド始まりました。伸びます、正確ですからね、はい、和島浩一がこういうふうに体を左右に振るいまして、どういうふうにして盛り込むかというところでやりますが、白井さん、スパーリングその他ボシの目が光ってますと、全然スタイルを変えてボクサータイプの練習に変えていた和島なんで、はいはい、これでボシが驚くかどうかというところなんですが、どうでしょうか。そうですね、公開練習ではね、もう本当に僕自然にねやりましたけどね、はいはい、まず試合ではですね、もうとってもないようなね、はい、そこから手を出したり、なんかするんじゃないかと思ってたんですけどね、まあ、そういうふうにしますとね、割にチャンスが出てくるんじゃないですか。そうですね、鋭い目つきをして追っていきます。右フックを叩きつけました。挑戦者の和島浩一でやります。しかし落ち着いております。イタリアの世界チャンピオンカルメロ・ボッシュ、陽気なイタリア人ということを郡司さん言われてますけれども、さすがにこのリングに上がってからの、ボッシュはかなり硬い表情をしてますね。緊張してますね、はい、やはりかなり硬くなってるんじゃないんですか。はい、腰硬いですね、ちょっとね。腰も硬い。輪島はどうですか、白井さん。輪島の方はね、割に、はい、いいんじゃないですか。まあ、この人あんまりね、柔らかい方じゃないですから、普段からね。しかし、腰はですね、小さいにね、輪島がね、打ってね、よろよろってのあれはいけませんね、はい。ああいうとこカウンター打たれたら危ないですからね。初めて右を出しました、カルメロ・ボッシ。おっと、左。やはり、これは強いですね。強いですね、今。ああいうパンチがあるですからね。しましたけどね、はい、当たったら怖いですね、はい、ちょっとハッと息を飲むようなレフトのパンチでやりました。白井さん、今のはレフトのジャブっていうのにショートフックといった方がいいですかね。フックでしたね、ショートフック、はいはい、かなり強いパンチでしたね。スピードもあるしタイミングも良かったですね。そうですね、はい、この人はもう大体やはりスパーリング見てもね、いいタイミングで打ちますからね、ってことに怖いのはアッパですよ、はい、あの右のアッパね、これは矢島は警戒しないといけませんね。徳郡司さん、そうなると勘のいい、目のいい、そしてスピードとタイミングの選手ということが言えますか。ボッシュはですね、はい、そして相手の出方を見極めようとしているんじゃないんですか、はい、狙ってる感じですね。なかなかかくらんできませんね、矢島。おお、ちょっとすくい上げるような格好をいたしました。レフリーのバランさんがちょっと注意を与えております。としてもとにかく耳にかじりついても俺は勝つんだということを言っておりました。輪島でやりますが、右のアッパーが出ました。ああいうアッパー怖いですよ、あのアッパーから左のフックね、はい、なんとか食いついていこうという挑戦者の輪島でやりますが、第1ラウンド終わりました。郡司さんの採点表は両者5対5互角でやります。1ラウンド終わりました。世界のジュニアミドル級の歴史は浅く、始まりましたのは1962年でありますが、これは8代目のチャンピオンであります。1939年生まれ、32歳のカルメロ・ボッシであります。アマチュア、プロを通じまして、もう通算いたしますと150戦以上しております、ベテランです。10年、ちょうど10年のキャリアを誇っております。
しかしこのカルメロ・ボッシは30歳になってから目が出てまいりました。挑戦者の和島光一は25歳でデビューいたしまして現在28歳。どうですか、1ラウンドをご覧になって白井さん、いけるというような感じはありましょうかね、和島に。うん、まあ、1回目はですね、はい、まあ、これといった目がないんですけどね、はい、やはり2回3回でね、やはり一つの、まあ、活路って言いますか、これを開こうとしてるんじゃないんでしょうかね。なるほどね。郡司さん、あのね、はい、ボッシがだいぶ神経質な人ですよね、この人は、はい、あれは言っちゃ やっちゃいけない、これはやっちゃいけない、それがこういうふうに体をぶつけてきたり、それからちょっと背中の方を打ったりすると、むしろそれを気にしてですね、はい、ちょっとペースが乱れるということも考えられましょう。それはあると思いますがね、何しろ和島は変則ですからね、はい、そういう点でだんだん追い込まれるということも考えられると思うんですが、今のところまだ分かりませんね、うん、どうでしょう白井さん、ボッシはじっくりチャンスを狙っているというところでしょうか。そういうことですね、はい、まあ、自分がチャンピオンですからね、はい、危ないことしないし、じっくり相手の出方を見てそれをまあ料理しようと、こういうような作戦ですね。これを差しちゃいけないわけですよ。ですから和島がですね、レフトを打つような格好して右打つとかね、はい、こういうのに案外勘のいい人は引っかかるんじゃないですかね。ボッシは右目の下にちょっと傷を作っております。うまいですね、ホールドなんかもうまいですね。そうですね、このクリンチが一つ練習でもありましたけど、あっと右のアッパー出た、すごい右のアッパーが出ました。今どうでした、ゴリさん。強いですね、効いてますよ。入っていけないわけですね、右のアップありますからね、はい、ちょっと和島焦り気味ですね。焦ってますかね。まあ、それ以外にこの人の戦法ないわけですからね。バッと右へ叩きつけた。今ちょっと右を割と簡単に食ったところを言いますと、先ほどのライトのアッパーが白井さん効いてるかもしれませんね。まあそうかもわかんないですね、ちょっと和島もね勢い乗ってますからね、はい、なかなか気の精度がありますからね、どんどんやはり行った方がいいですね。なんとかして飛び込もうという和島光一です。右を叩きつけてきますが、右のアッパー以外は郡司さん、あまりスピードがないように見えますが、いかがですか。いや、そんなことないと思います。そうですか、やはりボッシュのね、右から左右のフックね、やはりかなり重いですね、はい。頭振った方がいいんですよ。体振ってますね。頭振ってね、はい、今ね、はい、とにかく今日はガッツあるのみ、ガッツしかないんだということを言っておりました和島光一です。2ラウンド、郡司さんの採点表はライトアッパーなどが勝りました。カルメロ・ボッシ5対4と1ポイント取っております。2ラウンド終わりました。青コーナー、和島のコーナーです。和島は身長が171センチ、チャンピオンは 172.3 センチ、ほとんど同じぐらいの身長であります。リーチは71センチちょっとの和島に対しまして73センチ前後ということで、1センチちょっとばかりチャンピオンボッシの方が長いという、リーチの差は身長の差それほど極端に違っておりません。ナックルは両選手とも大体同じ大きさをしております。とにかく郡司さん、はい、フレディ・リトルが南と世界タイトルをやったときに、リトルの強さというのを、あーっと右へ叩きつけました。右が当たりました。ちょっと浅かったですね。浅かったですか。もう少しだったんですけどね。はい、その、まあ、いい狙いですよね、はい。そうですね。いきなり右に行ったのが成功しております。グリさん、そのリトルの強さというのは我々の印象に残ってるんですが、そのリトルに勝っただけにですね。このボッシの強さがね、ちょっと初め服部に勝ったということはね、はい、信じられないぐらいの、はい、まあ、リトルの強さだったわけですけどね、だから決してこの選手がね、並々の選手じゃないんじゃないかって気もするんですよね。そうですね、こういうあたりのボクシングは白井さん、ボッシはちょっと見たことないでしょうね。ちょっとないでしょうね、はい、
びっくりしたんじゃないですか。まあ本当にあれですよ、思い切ってね、はい、平速になった方がね、やりいいんじゃない、あのいいんじゃないですかね。もしはまたやりにくくなんでしょうしね。輪島自身もレフトは気をつけなければいけないと言っておりましたが、クリンチボールホールドという声が飛んでおりますが、相手が接近いたしますと抱え込むのがこの星の作戦。画面を見てもお分かりのように、とにかく軍司さん、星はよく見てますね。相手を見ている点ではね、はい、まあ、冷静だと思えるぐらいね、はい、よく見てます。レフトが飛んできた。とにかく白井さん、こうやって星のペースを乱すことが輪島にとって必要でしょう。これが一番ですからね、はい、やはりもなしても相手のその戦略ね、これをもうね、はい、打ち破っていくことですね。そうしますと中盤から後半になって、楽になってくるんじゃないですか。いきなり右当たった。これはびっくりしております。当たりましたけどね、当たりましたね、はい。和島には一発で相手を倒すというパンチは今まで持っておりません。まとめた連打、スポン作戦、食いついたら離さないという必要な攻撃で相手が嫌になって倒れる、次第次第に打たれて効いて倒れる、そういう KO の仕方をしてきております輪島光一。おお、またちょっと変わったことをやりました。軍司さん、いろいろ見せますね。そうですね。本当に変則になっちゃったですね。ああ、レフリーのバロンさんも大変でやります。ゴング、第3ラウンド終了のゴングが鳴りました。軍司さんの採点表は両者このラウンド互角であります。5対5とつきました。3ラウンド終わりました。スロービデオテープが出ました。輪島がいきなり右を打つところだと思います。あっと、どうでしょうか白井さん、少し浅かったですか。当たってるんですけどね、当たってます。ちょっと浅いんですよね。そうですか。もう少しだったんですね。まあしかしちょっとボシにとっては意外なパンチを打たれたという感じがありましょう。いい右を出しております。輪島光一、輪島が履いておりますご覧のトランクス、輪島選手と遠い親戚にあたります相撲の輪島選手、輪島関、それから各界のプリンスであります貴乃花関、この輪島貴乃花両関取が共同でこの輪島選手にプレゼントしてくれたそうであります。それをつけましてリングに上がっております。輪島光一、そろそろ白井さん、ボシが攻撃仕掛けてきますかね。まあこの回ね、はい、まあまずまあ、2回3回と相手の動きを見てね、はい、この回あたりかなりまた嫉妬するんじゃないんでしょうか、ね。はい、まあ、それにしてもね、相手はちょっとこれはちょっとやりにくいって思ってるでしょうね。なるほど。とにかくがむしゃらな感じで輪島が突っかかっていこうといたしますが、だいぶ軍司さん、ボシが強力に抱え込んでるようですね。そうですね、やはりあれは止めなきゃならないでしょうしね。 あのまま戦っては腰も止まらないでしょうから。ライトを右左の脇腹に叩き込みました。輪島光一です。ほとんど表情を変えません。チャンピオンカルメロボシ、どうですか白井さん、ちょっとチャンピオンの方が大振りになってきましたね。今のなんかちょっと慌てて打ってましたね、はい、やはりちょっと混乱はしてますね。はあ、おっと左が当たったぞ。今もね、大振りするした後ね、あとショートで打てばいいんですけどね、はい、全部大振りでしょ。だからちょっと当たる率が少なくなってね、疲労するんじゃないかっていうね。おっとレフトブロックしておりますが、その上から叩き込まれました。やっぱり離れてると白井さん食いますね。そうですね、
あの接近した時にあのショートでね下から突き上げていけばいいんですけど、あと左右を打ち込んだ味も疲れるんじゃないですかね。疲れますね、長いラウンドね、はい、これをやるとねかなりスタミナ消耗する。あっと右アッパー入ってくるところ、カウンター気味に突き上げましたライトのアッパー。でも今のアッパーなんかも危なかったですね。赤コーナーではチャンピオンのお兄さんエルネストトレーナーが頭を気をつけ示しております。輪島の頭を気をつけろというふうに手で示しました。マネージャーのチェッキさんはあまり言葉を発しません。ほとんどトレーナーのチャンピオンのお兄さんがいろいろ声をかけております。飛び込んでいったところでゴングが鳴りました。郡司さんの採点以上第4ラウンド5対5、両者互角でやります。4ラウンド終わりました。4ラウンド終わりまして、郡司さんの採点表では第2ラウンド、このボッシュが5対4と取っただけ、あとは5対5、互角とついております。これが32歳の世界チャンピオンカルメロ・ボッシュ。これから5回に入ります。実は白井さんのねチェッキマネージャーがですね、はい、こっそりと、私に話したことはですね、はい、8ラウンドまでに実は輪島を倒すということをこっそり言ったんですがね。ああ、そうですか。あの輪島自身もですね昨日の記者会見で7ラウンドから8ラウンドぐらいに相手は勝負をかけてくるだろう、うん、だから俺はそれに合わせたんではダメだと、それを少し外してこっちも勝負をかける、勝負は7、8回前後だろうということを自分でも言ってましたが ね、 なるほどね。あ、まあこれもねちょっと考えることもねあるんですよね、はい。まあ、あのもしもね輪島の変化ね、これをねよく分かるところがね、はい、やっぱり6、7ラウンドだろうと思うんですよね。ちょっと7、8ラウンドにねある山が出るかもわかんないですね。そうですね。どうですかね郡司さん、今のところ輪島はあのペースを乱すための、いろいろペースを乱すためのをやってて、 あんまりパンチを的確に当ててませんね。当たってませんね、はい。今のはどうですか。あっと左が当たりました。さらに輪島がホールドだということをレフェリーに声を出して言っております。バッと左が当たった。ボシもね、だんだんこの感情がね、高ぶってですね、はい、まあ、輪島の突進をね、はい、なんかそういう感じしてますね、顔も。なるほど。とにかく理屈なんかない、理屈なんか考えないで、ガッツあるのみだと言っておりました、輪島です。こういうふうに離れてますと、ちょっと左が出てくるだけに、輪島不利。すごいライトアッパー、空振りです。あの輪島のね、はい、いきなり打つパンチですね、はい、左右の服、あれが一つでも当たるといいんですけどね、はい、当たるとそのうまくチャンスがねあの作れるんじゃないかと思いますけど、ちょっとミスが多いんですよね。ライトアッパーを打ったのにライトを打ち返しました。ライトアッパー、打たれましたけどね、ライトをまた返しましたね、はい。まあ、郡司さんホールドもテクニックのうちなんでしょうけれども、本当にあのそれでカッカして怒ってしまっては輪島ちょっと不利になりますね。そうですね、減速だけじゃ済まなくなっちゃってですね、はい。自分の調子の悪い時に、輪島の調子の悪い時にボッシュの練習を見てあんまりうまいんでちょっとシュンとしたけれども、疲れが取れて動けるようになってきたらいけるような気になってきた、そして大きな声で俺は勝つんだということを言うと勝てるような気になってきたということを言っておりました、輪島光一。今白井さんあのやれると思ってるかもしれませんね、それとねあの道打ちなんですね、はい、
第5ラウンド郡司さんの採点表5対5互角でやります。5ラウンド終わりました。ちょうどこの5ラウンド1分過ぎたあたりの輪島の攻撃です。わっとちょっとステップバックされてますね。白井さん、そうですね、レフトが当たりました。はい、はまあ一発あんまり力入れないでね、はい、スピードで徐々にやっぱり打った方がいいですね、はい、ですからやっぱり要するに連打ですよ。はい、6ラウンドに入ってまいりました。ボシはだいたい相手が出てくるのを待つタイプ、カウンターするタイプでありますが、輪島はとにかく飛び込まなければダメ、接近しなければちょっと相手にパンチを当てる可能性が少ないだけに、何としても接近したいところ。あっとレフト、白井さん浅かったですね、はい、ちょっと浅いですね、また相手がね目がいいですからね、はい、後ろどうしても下がるでしょ、はい、ですがどうもタイミングはちょっと崩れるようですね、ですからレフトでちょんちょんと追ってですね、それから打つと案外いいんじゃないでしょうかね、はい、どうですか郡司さん、練習の時と比べてあまり左が出ないという感じがしますかね、ボッシュはやはり変則的なあれに迷ってるんじゃないんですか、はい、初めの頃はね、あのタッキングしたところへ狙い撃ちしてましたけどね、今度はちょっとやはり戸惑ってるんじゃないんですかね。とにかくジャンプして今度はカエルのように飛び上がってパンチを送りました。輪島浩一、クモの巣みたいなパッチングですね、八方破れと言いましょうかね、八方破れですね。このところ9連勝、8人の選手がこの輪島のために連続マットに沈んでおります。8連続ノックアウト勝ち進行中であります。挑戦者輪島浩一、レフト、こういうことをやった白井さん、あとミスした後がちょっとピンチになりますね、やはり ね、 ねあれでね、相当やはり疲れるということもね、はい、あるんじゃないですか。はあ、また場内爆笑であります、大爆笑。ほとんど時間がありません。第6ラウンド郡司さんの採点表はまた5対5両者互角であります。6ラウンド終わりました。白井さん、輪島選手の動きをちょっと見ていていただきたいんですが、はい、こういうふうに沈みまして、ボーンと飛び上がるようにしてレフト当たりませんでしたけれども、まあ相手はちょっと驚いたでしょうね、あれはね。そうですね、いきなりしゃがんじゃったんだから。
さて第7ラウンドに入っております。8ラウンドまでチェッキーマネージャー宇和島を倒して見せると言っておりましたけれども、その8ラウンドが近くなりました。7ラウンドに入っております。そうですね、レフリーも驚いてるんじゃないですか、はい、とにかくスパーリングであの、パートナーがですね、グジさん、ほとんどあの、はい、母子の顔面にグローブを当てることができませんでしたからね。そうですね、はい、なんかコミック母子になってしまいましたね。はい、ちょっとまああれですね、あの見てるファンがね、このドーッとね、はい、笑いが出るようなね、はい、なんかコミックみたいな感じになりましたね。もしももうちょっと出てみるとちょっと面白いです、はいはい、思い切って振りました左右のパンチ。この距離、このくらいの距離が空いてますとちょっと和島さんです。ジャッシュもほとんどね、はい、相手が出ている瞬間を狙っているそのカウンターですね、おっ、またやった。いやいや、また面白い攻撃しましたね。赤コーナー、チェッキマネージャー笑っております。チェッキマネージャーが思わず顔を出して笑ってしまいました。あのレフト口開けませんね、はい、だいぶ真剣な目つきになりました。チャンピオンカルメロボシ、激しい形相をいたしましてチャンピオンに飛びかかっていきます。挑戦者輪島光一、ああいう接近した時はチャンスなんですからね、あの小さくね、もとにかくクリンチに持っていかれないようにね、細かく打った方がいいんですよね。とにかく藤さん、よく輪島はブロックしてますね、レフトをね。そうですね、ブロックだけはよくやっていますが、はい、とにかく白井さん、あの、母子はですね、はい、輪島にそのリズムを覚えられるとちょっと、母子が輪島のリズムを覚えるとちょっと困るんで、そのリズムを崩そうということを、輪島は考えてるんですね、自分のリズムをね。第7ラウンド、グッジさんの採点表、また5対5、互角でやります。7ラウンド終わりました。7ラウンドまで終わりまして、郡司さんの採点表は第2ラウンド5対4、チャンピオンカルメロボッシュ1ポイント取っただけ。僕のボクシングは自信が支えている、僕のボクシングを支えているのは自信であるということを言っておりました。チャンピオンカルメロボッシュ、防衛する自信も十分に持っている、しかしノックアウトということは言わない、判定でもノックアウトでもとにかく勝つことだけしか考えていないと言っておりました。カルメロボッシュ、輪島の誠に変則変わったボクシングを目の前にいたしまして、一番驚いているのはこのカルメロボッシュかもしれません。さあ、そろそろ8ラウンドということになりました。郡司さん、はい、輪島のスタミナがどうなるかということが少し気になってきますね。そうですね、かなりスタミナを、まあ、使い込んでおりますからね、はい、これからが問題ですね、はあ、とにかく郡司さん、あの24戦のうち10ラウンドまで戦ったのは輪島2回しかありませんからね。そうですね、長丁場の経験というのはうんと少ないですからね、はあ、この人。母子の方はもう12回戦もやったことありますし、15回戦も4回ほどやっております。
またちょっと低くなって飛び込もうというところ。ちょっと白井さん、ボッシュの方もきっかけがつかめませんかね、今のところね。まあ、ね、この人は大体その攻撃型ではないんですよね、どっちかというと、待ってる方ですからね、やはりこのボッシュ、なかなかクリンチマークうまいですよね。そうですね、相手をうまくこう自分の体に密着させてね、うまく抑えたりしますからね。ワンツーを叩き込んでおります。カルメロボッシュ、ライトアッパーが来ました。このライトアッパーは一番の鋭い武器。ボッシュはちょっと顎の下あたりを切っております。顎の下あたりを切りまして血が出ました。レフトが飛んできた。ちょっとこのラウンド今まではですね、ボッシュの方がちょっと当たってますね。そうですか、和島の方はちょっとやっぱりめぐらパンチになってますけどね、こういう風にハッとライトアッパー、いいですね、ライトのアッパーが入った。ボッシュの攻撃ね、なかなか良かったですね、アッパーからリングが2発当たりました。ちょっと左の頬骨のあたり、和島の頬骨のあたりが赤くなっております。あー、ゴングです。8ラウンド、郡司さんの採点表は5対4差がつきました。チャンピオンカルメロボッシュのラウンドであります。8ラウンド終わりました。それにしても郡司さん、とにかく相手のペースを乱すことに専念しているということもありましょうけれども、はい、和島はとにかくこれまでよく持ってきましたね。そうですね、ただ少し変則的すぎますね。あ、さあスロービデオが出ました。バーッと当てた。完全に当たってますか。当たってますね。当たってますか。ライトも当たりましたね。当たってますね。これがラウンド終了間際でね、良かったですね。そうですね、もうちょっと続くと、和島苦戦ということになりそうだったですね、やはり白井さん、これまで見てますと、距離があった時にはアッパーもありますし、それからレフトが飛んできますし、ちょっと中間距離に離れてると一番危ないですね。一番危ないようですね、ですからもう一歩下がるとかね、入っちゃうとか、どっちかしないといけませんね。それともうさっきから言ってますけどね、輪島ショートでね、打った方がいいんですけどね。試合は第9ラウンドです。チェッキマネージャーが言いました。8ラウンドまでに相手を倒すというその公約は果たせませんでした。9ラウンドに入っております。ちょっとグニさん、やはり相手のペースを目指すのはいいですけど、パンチを当てたいですよね。そうですね、目指すのが精一杯という感じですね、今のところ。あまりね、そっちの方ばかりね、気にしちゃいけないんですよね、すごい荒っぽいボクシングをしております和島。白井さん、ボッシュはライトのアッパーをしぶきに使ってくるような感じになってきましたね。そうですね、どうしかというと和島がクラウチングスタイルでね、来るんで、右のアッパーからやはり打とうとしてるんでしょうね。郡司さん、リトルもですね、だいぶこのボッシュのクリンチには悩まされたという話を聞いたことがありますけれども、やはりこのクリンチが一つこのボッシュの技術のうちに入ってんですね。そうでしょうね、ほとんど封じてしまってますからね、相手のパンチを。このくらいの距離にいますとちょっと危ない。このくらいの距離にいるとちょっと不利です。やっぱしジャブ入る、なかなか入りませんね。入っていくと興奮になります。パンチは当たりません。逆にレフトを打たれた、ライトを打たれた。
ランドも30秒を切りました。第9ラウンド、32歳のチャンピオンカルメロボッシュ、28歳の挑戦者和島光一です。おっとライトゴングが鳴っております。郡司さんの採点表、第9ラウンド5対5互角でやります。この番組はソニー、日華ウイスキー、青州大関、資生堂、SS 製薬、トヨタ自動車の提供でお送りしております。だいぶ輪島の変則ボクシングに苦戦していると思いますが、表情ほとんど変えません。チャンピオンのカルメロボッシュ、だいぶ白井さんのレフトを出してライトのアッパーを当てようというそういう作戦を取っているともし思いますけれども、この輪島がやはりあのスタミナを続く限りああいうボクシングをしていくでしょうからね。まあ、もしもちょっと消極的でね、はい、やはりもう一回自分からもなんかやっぱりマジボクシングをやってますからね、はい、まあ、それにしても輪島はもうもっとね数打たないとちょっとまずいですね、はい、もう本当にねさっきから言ったようにショートでねもうクリンチしても空打って構わないんですからね、はい、ブレイクがかからなければ。こういうふうにくっついてしまいますとボッシュのクリンチワークにやられます。だからあまりね体をくっつけるとねやはりボッシュクリンチワーク前ですからね、はあ、手を封じられてしまうと、そういう意味でね少しやはり距離を置いてた方がいいですね。なんとか飛び込みたい、なんとか接近したい輪島です。郡司さんやはり当てる接近した後当てるのが大変ですね。そうですね、接近するのが、まあ、やっとというところですからね。接近するとクリンチホールドで止められますしね、はい、まだ輪島のパンチが本当に芯に当たってないんですよね、はい、ボッシュの。こういうふうにレフトが出てきますとちょっと入れません。レフトが出ました。おお危ない、ちょっとね足がまずいんですよね。おお感覚いましたね、やはりストンでってねバランス崩すと危ないんですよね、まあ、今なんかでも右をちょっと振りましたけどね。ああキャビングですね。ちょっとグローブが目に入りました。サミング怒っております。輪島サミング怒っております。輪島です。わーっとライト怒り狂いました。輪島すごい形相で突進していきますが、グリさんあれですね、一つ当たった後二つなかなか当てられませんね。そうですね、ワンパンチだけですね、パンチのフォローがないんですから始末にいかないですな。あっと無茶だな。無茶ですかやはりあの打ち方は。チョップ意味の打ち方しましたね今、はい。第10ラウンド郡司さんの採点表、両者5対5でやります。10ラウンド終わりました。この番組はソニー、日華ウイスキー、青州大関、資生堂、 SS 製薬、トヨタ自動車の提供でお送りしております。
まあ、郡司さん、これまでですね、イタリアの世界チャンピオンが日本の土を踏んで、勝った人はいないわけですけれども、ご存知、サンドロ・ロポポロは富士にナックアウト負け、ジュニアウェルター級のタイトルを取られました。それからその前に40年の10月にサルバトーレ・ブルーニが来てですね、これはノンタイトルで、高山勝義とやって、これは負けてるんですよね。そうですね、負けましたね。なんともイタリアの世界チャンピオンにとって日本の地はあまり縁起のいいところではないんですかね。今日はどうでしょう、この今後の見通しは。まあ今のところ、まあ星のペースだと思うんですよね、はい、10ラウンドを超えて11ラウンドに入ります。和島光一にとりましては全然経験したことのないラウンド、初めてのラウンドでやります。まあ、白井さん、和島はこういうボクシングをするであろうということはある程度予想ついたわけですけどもね。まあそれにしてもね、ちょっとやっぱりね、あのミスが多いということね、これでやはりポイントに結びつかないんじゃないですか。ライト、空振り。このライトが当たってれば面白かった。かなりね、今力を入れて打ちましたから ね、ああいうのが当たってると、一つのチャンスにね、結びつくんですけど、はい、今はとにかくノーガードになってちょっとさあこいっていうね、本当にあっさり面白いボクシングです。ちょっとなかなか当たりません。まあ藤井さん、チェッキーマネージャーはですね、はい、ボッシュのボクシングはヨーロッパスタイルで日本やアメリカのボクシングは全然違うよということを言ってたことがあるんですけれども、本当にアップル相手のスタイルでさっとこう上体をうまく反らして相手のパンチを避けてほとんどは当たりませんですね。そうですね。ちょっとボッシュもやや冷静を欠いてるんじゃないんですか。輪島は前の回にサミングされまして左の目がちょっと赤くなっております。白井さん、やはりサミングを受けますとちょっとしばらく見えない、視力が薄いということがありましょうかね。まあ、あれが果たしてサミングかなんか、これはちょっとわからないんですけどね、偶然その左のねストレートかなんか当たったのかわからないですね、あれでは相撲ですね。ちょっとボッシュとしても今はパンチが当たって聞いたのかなというふうな顔して見ておりましたが、さっと今度は打ちかかってまいりまして驚いておりました。あった、ライトを食いました。やはり藤井さん、ちょっと気を抜く、ちょっと力を抜くとそこへ打ち込んできますね。そうですね、やはりそういうのがうまいんですね。ゴングです。11ラウンド終わりました。藤井さんの採点表は5対4、ボッシュがまた取っております。11ラウンド終わりました。スロービデオテープが出ます。左側が星、輪島がとレフトをダブったところで、やはり接近する、体にくっつくのが精一杯という感じでやります。だいぶ顎の下、それから右目の下あたりを傷つけております。パルメロ星、本当にこういう経験をしたのは軍司さん初めてでしょうね。ボッシュはね、特にあの欧州で多く戦ったと思いますからね、はい、本当にびっくりしてるんじゃないんですか。そうですね。レフリーはアメリカのハロルド・バランさん、ジャッジはイタリアのマルセロ・ベルチーニさん、日本の宇野武雄さんであります。ライトが軽く当たりました。輪島のライトが軽く当たっております。力を入れずに軽く振ってみると当たるんじゃないんですかね、あの今みたいに。スリップ、
スリップと判定しております。バランレフリーです。あ、ちょっと目が切れました。切れましたね。左の目のところが切れました。ゴシ左の目を切っております。これは白井さんバッティングでしょうね。頭でしょうね。ゴシが傷を作りました。あー、スライト。ああいうところうまいんですね。ゴシは輪島が振ってくるとね、うまく先発で避けてね、でその後すぐまたね、まあ、フックを打ったりしますからね。なかなかやはり試合巧者のところありますね。左顔の左半面血だらけになりました。ゴシ輪島も左のところを切ってますかね。輪島も左の目尻を切っております。ライトが出た。あーっとちょっと乱打戦になりました。今の打ち合い軍司さんどうですか。互角でしょうね。互角ですか。両者ともに目尻のところを切りまして、ちょっと乱れた試合になってきました。12ラウンドでやります。ライトボディーに叩き込んだ輪島。まあ、しかし白井さんですね、輪島側のパンチが当たると思ってガンガン行き出すとカウンターを切ってになりますね。でちょっとね踏み込みが足んないこととね、相手がスイングバックするでしょう、だからそこに距離がちょっと違ってしまうんですよね。細かくパンチを出します輪島。綺麗なボクシングをするヨーロッパスタイルとボッシュのボクシングもちょっと乱れております。本格的に今度はカウンターでやってきましたね。そうですね。強打で、だそういう意味では輪島もねあまり大振りしない方がいいですね。力いっぱい打ってますよ。今もレフトのフックを放ちましたゴシ。何が何でもくっついてやろうという輪島浩一です。郡司さんの採点表12ラウンド5対5互角でやります。12ラウンド終わりました。ちょっと左の目を切りました。ボシ傷が心配ですが、このラウンド1分半ごろの、互角の打ち合いのところのスロービデオテープが出ます。このラウンド両者とも左の目尻を切っております。輪島が行って当たってますね。白井さん、そうですね、当たってます、はい、ただ輪島が打ってでですね、その後またちょっと打たれてるんですよね。ああ、これで、まあ、郡司さん互角ということになるわけですよね。そんな感じだったんですか。そうですね。さあチャンピオンの血が果たして、あ、目のだいぶ上のところですね。目の上ですね。セカンドアウトのホイッスル、ちょっとチェッキーマネージャーが非常に気を取られておりまして聞こえませんでした。これまであまり顔に傷がなかった、ボッシュでありますが、だいぶ今日は傷を作っております。13ラウンドに入っております。とにかく郡司さん、13ラウンドに入ってラウンド数だけからいくとこのラウンドまで来るということはちょっとね、戦前の予想では、考えられなかったラウンドですよね。そうですね、ナックアウトがあればもう7、8回というね、が一番多かったと思うんですけど、白井さん、ボッシュの疲れた具合、疲労度はどうでしょう。ね、なんかこの回ちょっとね、疲れたような感じしますね。それとも、休んでいるんですかね、流しているような感じなんですかね。グリさん、スピードは少し上がってきたような感じしますね。それはちょっと足りませんね。っとレフトのアッパーから右のフックを叩きつけました輪島です。こうなりますと4歳の年齢差、これが有利になって出てきましょうか。輪島浩一、
ライト。ポッシュのパンチも当たらなくなりましたね。攻撃していながら自分から抱えようとする感じがありました。ボッシュ、しかしライトアッパーが飛んできた。青コーナー、池、ゴーゴーの命令が出ております。安島はこの回もう本当にね、攻めた方がいいですね、はい、もうすぐ攻めるべきですよ。ボッシュの傷でありますが、左目尻のところは1センチぐらいの傷で、あまり大したことはないようです。左こめかみを2センチほど切っていまして、これが少し深くなっているそうですが、血は止まっているようです。左の目尻とそれから左のこめかみと2カ所切っているようですね。そうですか。ああ血は止まってますね、血は止まってますね。さあ輪島がこれから突進していこうというところでありますが、13ラウンド残り少なくなってきました。ゴングです。13ラウンド郡司さんの採点表は5対5であります。両者5対5とつきました。13ラウンド終わりました。この番組はソニー、日華ウイスキー、青州大関、資生堂、 SS 製薬、トヨタ自動車の提供でお送りしております。右側がチャンピオン、ボッシュ、左側が挑戦者、輪島。とにかく変わったボクシングを展開いたしまして、ボッシュの目をくらませて13ラウンドを終了しておりますが、郡司さんの採点表では2ラウンド、それから8ラウンド、11ラウンド、ポイントを失っておりまして、ボッシュが3ポイントリードしております。あと残すところ14、15。まあ白井さん、はい、青コーナーの方からは池という美作会長の指示が飛んでますけれども、白井さんもゴーの方がいいですか、生かした方がいいですか。もう行かなきゃ もちろんダメですけどね、はいはい、まあとにかく打たなきゃダメですよ。打たなきゃ、当てなきゃ、もう体をね、あのくねくね動かしていてもですね、結局当たんなきゃ何もならないんですからね、はいはい、もう当てることですよ。そうですね。まあ、今まではね、まあ10回前はくれくれしてですね、相手に割に打たれなかったことね、はい、まあ、この面では一応良かったんですけど、しかしその雨自分も打てませんからね、はい、だからやっぱりまずかったわけですね。そうですね。ボッシュの方も後半は郡司さん、効果的なパンチがビシッと入ることがなくなってきましたね、スピードもなくなりましたしね、はい、ミスも多いですしね、はい、ちょっとこのところボクシングというよりも取っ組み合いのような感じの方が多くなっておりますけれども、ワンツー。しかし白井さん、微妙なところでボッシュは輪島のパンチをさっと殺してんじゃないですか。そこがね、やはりこの人は試合巧者なんですね。やはり完全に芯に打たれたというのはあんまないんじゃないですか、はい、一つフェイントをかけておいてパンチを打ち込んでいきました。輪島光一、ボッシュももうスピードが鈍ってきております。14ラウンド、ちょっと郡司さん、この輪島の形相だけではちょっとね。そうですね、ライト必死の覚悟は分かりますけども、はい、やはり白井君が言ったように当てなきゃしようがないですね。そうですね、結局ね、両手がいかないでね、体先行っちゃったりしてね、はい、ちょっと相手にどうしても、ね、くっついてしまうから、もうクリンチ上手いですから相手ね、まあここクリンチで抑えられちゃうんですね。このラウンド残り1分を切っております。小さく突き上げた、体を抱えられながらでやりますけれども、小さく突き上げました輪島浩一。
レフト、ライトも当たった。もうとにかく白井さんが言われたように抱えられても何度もパンチを出すことですかね。残り少なくなった14ラウンドです。ゴング、14ラウンド終わりました。ボッシー渋い顔をしております。このラウンドは郡司さんの採点表、初めて馬島が5対4とチャンピオンからポイントを上げております。14ラウンド終わりました。コーナーへ帰りまして、初めてラウンドを取ってこれから最終ラウンド、またがむしゃらに行こうということを考えているでしょう、輪島浩一。だいぶこのラウンドが終わった後、郡司さん、あのコーナーへ帰るとき渋い顔をして、あ、スロービデオが出ましたね。輪島が飛び込んでいって、このラウンドはやはり白井さん、だいぶパンチが当たりましたですよね。この回が一番当たったんじゃないですか、でボッシングがやっぱりちょっと疲れがありましたね、あまり無理しないようでしたね。とにかく郡司さん、この14回が終わったとき、ボッシングが首を振りながら帰りましたね。そうですね、やはり当たらなくなったんで考えたんでしょうね。世界ジュニアミドル級タイトルマッチ15回戦最終ラウンドに入っております。ボッシ対挑戦者輪島浩一。輪島の鉄頭鉄尾変則ボクシング、全く相手に呼ばれることを警戒いたしまして呼ばせませんボクシング。ボッシを大拡大いたしまして、ついに最終ラウンドまで来ております。まあ、しかし8ラウンド近辺で心配した輪島のスタミナ、郡司さん大丈夫そうですね。これはびっくりしましたね、10ラウンドあたりでちょっとエンドアップするかと思ったんですが、ちょっとも衰えないですからね、むしろ衰えたのはボッシの方かもしれない。ボッシの方が疲れました、そうですね、まあ、ボシもこういう相手でやるのは初めてでしょうね。そうですね、まあ、エルネストトレーナー、お兄さんのエルネストトレーナーも驚いたでしょうし、チェッキマネージャーもびっくりしたでしょうが、ご本人が一番驚いたと思います。ちょっと体力の消耗戦といった感じが強いですね。そうですか、いろんな手を使って脅しにかかっております輪島浩一。体を預けております。チャンピオンボッシュ、あっとライト、まだまだ残ってますよ力は。そうですね、あっと左が当たりました。輪島のレフトが当たっております。輪島が元気、チャンピオンちょっと疲れました。疲れたと言ってもライトのアッパーをまともに受けました。輪島も危ない。最終ラウンド残り1分を切っております。レフリーはアメリカのパロルド・バラン、ジャッジはイタリアのマルセロ・メルチーニ、そして日本の宇野武雄、日本、アメリカ、イタリア3国のレフリージャッジであります。こうなってきますと、郡司さん、この、バランレフリーがどういう採点をしているか、これが勝敗を大きく分ける鍵になりそうですね。そうですね、だいぶ形相が変わりました。顔の形が変わっております。ボッシュ目の下両方とも腫れております。輪島は左の目の上、眉毛の下のあたりが腫れております。ボッシュだいぶ顔が腫れました。残り時間ほとんどない、もうノックアウトはありません。残り時間ほとんどありません。試合終了です。試合終了です。日本での初めてのボッシの防衛戦、2度目の防衛戦でありますが、果たしてどうでしょうか。郡司さんの採点表は最終ラウンド5対5互角とつきまして、2ポイント差でボッシの防衛というふうに出ておりますが、今スコアシートがこれから集計されるところであります。レフリーのハロルド・バランさん、アメリカ
マルセロ・ベルチーニさん、イタリア、日本の宇野武雄さん、この3人の採点はどうなっておりましょうか。和島という声が聞かれておりますが、和島というふうなことが聞かれておりますが、どうでしょうか。どうでしょうか。和島の勝ちだなというふうに聞かれておりますけれど、どうでしょう。これは大変、世界ジュニアミドル級チャンピオン誕生です。輪島のこの顔、いや喜んでおります。得意顔でやります。大喜び。